はい、皆さんこんにちは、しんです。Apple が iMac、iPad Pro、Apple TV 4K を5月の21日金曜日から店頭販売すると発表いたしました。事前予約しました製品もその日に到着する予定だそうです。それでは今日は Apple のリーク情報、こちらの方をお伝えしたいと思います。では行ってみましょう。はい、それではブルームバーグが新しい MacBook Pro、 MacBook Air、 Mac Pro、 Mac Mini、 27インチの iMac 5K の後継モデル、こちらに関するリーク情報を伝えております。新しい Mac Pro には40コアApple シリコンが搭載されるとリーク情報が出ております。新型 MacBook Pro、 こちらは14インチ、16インチ、この2つのディスプレイを用意されているそうです。そして CPU コア、こちらは高性能コアが8コア、効率のコアが2コアの合計10コア、そして GPU コアは16コアか32コアが用意されているということです。そしてこちらの登場はもう来年のにこちら生産が遅れておりますので、MacBook Pro 14インチ、16インチは来年になると言われております。そしてメモリの容量は最大64ギガまでのカスタマイズができると言われております。続きましては高性能の Mac Mini、 こちらの開発に今取り組んでいるそうです。このモデルは外部接続端子が4つに増加、 M1 チップの搭載 Mac Mini の上位モデルとしてインテルプロセッサー搭載 Mac Mini を置き換えるモデルとなる見通しということです。そして27インチ iMac 5K のモデル、こちらはなんと開発が一時停止となっております。理由としましては、現在は24インチの iMac の販売に力を入れているために開発を一時停止とリーク情報が出ております。そして27インチ iMac 5K の後継モデル、こちらは時期は30インチから32インチになると、リーク情報出ております。続きましては高性能版 MacBook Air、 こちらは新デザインを採用、カラフルになると言われております。早ければ年内に発売される可能性があると言われております。そして GPU のコア数は M1 チップと変わりませんが、GPU のコアが9コアから10コアに増加すると、こちらリーク情報が出ております。続きまして新型 Mac Pro、 こちらは Apple シリコン搭載と言われており、シリコンの、こちらは2倍もしくは4倍の性能を持つものになると言われております。そして20コアのチップは16コアの高性能コアと4コアの効率コアで構成されているということ、そして4コアのチップはそれぞれ倍になると言われております。そして、こちらの筐体は小型化されると言われておりますので、小さくなってコンパクト、こちらも楽しみとなっております。はい、それでは本日のリーク情報以上となります。ではまたリーク情報などありましたらこのチャンネルでお伝えしたいと思います。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。